体内異物免疫反応は、包共バック等の美容整形手術、人工関節等のすべての体内異物に関連する、英語圏で10万人以上が訴え続けてきた、体内異物に関連する一連の体調不良の症状の総称。異物の種類、シリコンや材質、固形や液体等の形態を問わない。これらの免疫反応と体調不良は全ての体内異物に報告されている。 医療関係者は体内の異物がこの一連症状を引き起こすことを認識していない。多くの症状は客観的な検査結果で異常が見られないため、通常医療機関ではこの一連症状は本人の思い込み身体表現性障害と診断を受けやすく、客観的に検査に現れる症状に関しては内分泌や神経疾患等別の疾患の誤診を受け続ける傾向にある。 この疾患に悩む多くの患者は医療関係者からこれらの症状は異物とは関係がないと言われ続けたり似ている症状の別の疾患の誤診を受け関係のない治療を受け続ける傾向にある。これらの体調不良を引き起こす異物箇所は腫れていたり血液検査や外観の問題は見られない。またシリコン等の体内異物は 経年劣化する傾向にあり10年以上の年月が経った後に発症する事例の報告もある。英語圏では同一症状を訴える患者が10万人以上報告されおり、また10万人以上の患者が除去手術の後に症状が改善されていくことを報告している。30個以上の一連の症状を10万人以上が偶然同じように発症し除去手術の後に改善していくことは、 多くの医療関係者が主張する、偶然の一、思い込み、精神疾患であるとは考えにくいとの意見もあるが、プラセボ効果で疾患が発症、改善する事実との関係は実証されていない。法教手術を行う人口の多い英語圏では、ブレストインプラントイルネスと呼ばれている。アメリカの患者団体が啓発活動を行っている。グラム陰性菌の侵入に対する自然免疫応答。 MHC ペプチド提示と強刺激リガンド需要対決号ありがとうございます。